今日は広く爽やかな秋の空が広がっております。こちらいただいているリポートなんですけれども、はい、東京都台東区の方から、雲も少なく気持ちのいい青空ですね。そうですね、はい、こちらまさに真っ青という形ですね。はい、はい、さあということで日差しも活用していきたいところですが、皆さんからの天気の報告も見ていきましょう。はい、こちらですね、見ていきたいと思います。はい、皆様からの天気のご報告見ていきますと、北日本から西日本にかけてこのオレンジの表示が晴れのご報告となっています。まあ、ところどころですね、北日本方面を中心に弱い雨の降っているところ多くなっていますけれども、はい、全般には晴れのご報告が多くなっている状況です。はい、そして朝晩は肌寒い寒いというところもありましたが、現在の体感の報告どうですかね。はい、この時間見ていきますと、うん、だいぶですね、はい、ちょうどいい爽やかというご報告、この水色のご報告が多くなってきています。はい、ただ北日本ですとか、あと関東も内陸部を中心にまだ少し寒いというご報告も届いているような状況です。はい、では今後の気温の予想も確認していきましょう。はい、こちら14時から見ていきたいと思います。日中は西日本方面を中心に気温上がっていきますけれども、夕方以降はどんどんとこう気温が下がっていきます。はい、この緑色の表示というのが10度以下というところになりまして、このように内陸部を中心に西日本、東日本、そして北日本方面になりますと北海道や東北地方の内陸部氷点下というところも出てきますね。はい、やはり夕方以降は気温が下がってきそうです。はい、ということで服装などで上手に調節をしてください。ここまではお天気をお伝えしていきました。そして詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。